パリ評論パリ評論は1829年から1858年にかけてフランスで発行されていた雑誌。また1894年から1970年にかけてフランスで発行されていた雑誌。第一の雑誌は1829年、ルイ・デジ・レベロンが両世界評論誌に対抗するために創刊した。アレクサンドル・デュマ、アルフォンス・カル、ウジェーなど、 当時の文豪を執筆人に迎えていた。オノレド・バルザックは1830年にフロ長寿の霊薬という作品を続いて1831年には30女の第二章を投稿している。ただし第一章は後になってライバル誌である両世界評論に合引きという題名で掲載している。引き続き赤い宿屋を1831年に ザクロ屋敷と捨てられた女を1832年に13人、組物後のうちの一辺を1833年に発表、1834年にはゴリオ屋さんの連載を開始した。谷間の百合の第3回配本をめぐってバールザックと競争中だった、両世界評論の発行者、フランソ・アビューロが1834年に賠償し、和解したことで、パリ評論は、 経営難となり、1845年には発行が中断した。しかしその後、テオフィル・コーティエ、アルセーヌ・ウセー、ルイ・マリード・ドライコルム・ナンダの尽力で復刊し、両世界評論から締め出された作家たちを招いた。中でも、ギュスター・ブ・フロー・ベールは、パリ評論にボバリー夫人を発表している。しかしそのことで事件が起こった。雑誌側が、 彼の作品中の一節を削除したのである。その一節は告訴される恐れがあるからという理由で削除されたもので、確かにそれも一理あることだった。そもそもフローベールがパリ評論に小説を掲載したのは友人であるデュキャンが務めていたからだったが、フローベールはそのことを後悔し、自分の作品集での削除に抗議を表明して、それ以後二度とパリ評論には寄稿しなかった。 パリ評論は1858年政府の弾圧により、廃刊、1864年から1865年にかけて、シンパリ評論として復刊した。その後全く別のパリ評論死が1894年、これまた、両世界評論に対抗して創刊された。発行元の有限会社は、創刊時エドモンド・フェルが所有していたが、息子のアンドレー。 ついでその娘のエドメフリッシュドフェルに受け継がれた。1940年に休刊、1945年に再刊されたが、1970年最終的に廃刊となっている。ラルース・インスイクリ・ピー・ディック、ボリューム9、P8969、1985。 ISBN2 から03から10二2309から8、ISBN2 から03から10万2 3 0百から4。ありがとうございます。